サイコロを振って全国各地を飛び回る桃太郎電鉄、最新作のポイントを6つご紹介。その1、新物件。ひたちなかのネモフィラの丘や高輪ゲートウェイなど話題の物件や新しい駅が豊富に追加、実際にある物件がモデルになっている。その2、歴史ヒーロー。渋沢栄一や土方歳三などその土地ならではの歴史ヒーローが登場、プレイヤーの力になってくれることも。その3、オンライン対戦。フレンドと最大4人で対戦可能、スタンプでのコミュニケーションも。途中セーブができるので複数年プレイも楽しめる。そしておなじみ、あらゆるおせっかいでプレイヤーを貧乏にしてしまう貧乏神。最新作では持っている物件を吹き飛ばしてしまうキングボンビージュニアポコンや、借金をさらにビッグにしてしまうビッグボンビーなど、新たなゲストボンビーが多数登場。これは一体？そしてついに発売日が2020年11月19日に決定。さらにさらに、早期購入特典としてファミコン版のスーパー桃太郎電鉄がついてくる。桃太郎電鉄、昭和、平成、令和も定番。いつでもどこでも出発進行。